こんにちは、高森です。理科大の合格発表日がぼちぼち近いことにですね、視聴者さんからのメールで気づいてですね、まあいいきっかけかなと思ったんで、僕が理科大を受けた時のことでも話そうかなと思いました。でね、理科大はですね、実は僕現役時は受けてないんですよね。なんか認識してなかった気がしますね、理科大を。なぜか現役時全落ちしたことはですね、前動画で語ったんで、そっちを見て反面教師にしてもらいたいなって思いがすごい強いんですけれども、なんか現役時は東工大と総計と、あとなんか適当に受けて、まあ、結果的に体調を崩して終わったっていう感じで、地獄の自宅浪人生活をですね、始めたわけなんですけれども、浪人してやっぱなんか自分を一回見つめ直して、なんか将来なんかノリで総計とか行くのあれかなみたいな思いもあってですね、学部学科とかちょっと割と調べて理科大っていうのが候補に上がってきたっていう感じでしたね。で、理科大はなんだっけな、一般入試 B 方式ってやつで、まあ理科大独自の試験を解くみたいな感じのを受けてですね、まあ工学部機械工学科だけ受けたっていう感じでしたね。科目はね、上位私立大学にしては、まあ3科目でよくて、数学と英語と、あと物理か科学かどっちかを選べるっていう感じでしたね。で、まあ東工大とか総計受ける関係で、英数物理科学か、まあ、全部抑えてたんですけど、機械工学科は、まあ、専門とかの関係で、理系科目は物理っていう感じで、まあ、英語と数学と物理っていうのを受けた感じがしましたね。で、点数とかはなんか開示されてるのかよくわかんないんですけど、多分英語は満点近く取ったなっていう記憶がありますね。あれはなんか楽勝やんって思った記憶があって、数学はなんかマジで覚えてないですね。まあなんか普通に取った気がします。で、物理もまあ普通に取った気がして受かったっていう感じだったかなと思いますね。受験はね、確か神楽坂キャンパスだったかなって受けて、なんか神楽ってすごいビルの中っていうか、パッキングされて人を収容する施設みたいな雰囲気が若干あるんですけれども、やっぱ受験時にもそれは思ってですね、立地は結構いいけど、ここでワイは大学生活を歩むことになるのかなみたいなことを考えていた気がしますね。まあ実際その葛飾キャンパスで工学部はあるんで、その辺のこともね全然調べてなくて、なんかいろいろね、なんか合格することだけが目的化しててアホだったなって思いますね。通うことになるキャンパスぐらい調べとけよっていうねところはあるんですけれども、まあ、とにかくですね、受験時は神楽で受けたっていう感じですね。もう本当に受験時人がこう密集してて、しかも通路もあんま広くなかった記憶がありますんで、これが理科大かって、まあ、思った気はしますね。すいませんね、ちょっと最近忙しくてですね、あんまなんかちゃんと YouTube 動画を撮るみたいなのができたみたいな、はい、話しとれましたね。で、まあ神楽で受験したっていうのが理科大との出会いですね。なんかオープンキャンパスみたいなのは僕あんま行かなくて、それもどうなのかなっていう感じがあったんですけど、やっぱね、受験にあたって少なくとも第一志望の大学ぐらいは実際にオープンキャンパスとか行って雰囲気つかんでおくのと、受験のね、日の流れのイメージっていうのも知っておいた方がいいのかなと思ってて、やっぱね、受験会場までのね、道のりとかね、電車の乗り換えとかね、歩いてどんぐらいみたいなのをね、一回経験しとくっていうのはね、割となんか大事じゃねって思うんですよ。なんか受験当日って結構外乱が起きやすくて、それに影響されて自分のパフォーマンス下がるってすげえもったいないなと思うんですよね。だからなんか、もう受験大体終わってる気がするんですけど、もう2月も後半ですからね。まあなんかそういうの気をつけてやっていけばいいのかなっていうのはなんか思いますよね。まあなんだかんだね、第一志望とかは僕が落ちて理科大進学して6年間を過ごしたわけなんですけど、まあこれは良かったなと思いますね。やっぱ今は社会人として働いててですね、理科大での学びが糧になってるなっていうのは間違いなく思いますし、なんか堅実にその社会でやっていくための力をですね、養わせてくれる理科大っていうのに結構感謝してるっていう感じですね。はい、なので、まあ、こうやって理科大 PR 活動を続けていってですね、理科大目指す人が増えればいいのかなっていうのは思いますよね。まあそれによってね、理科大の価値が向上して、あれ高森結構いい大学出てたじゃんみたいな感じになるっていうのが、まあ僕の裏の狙いみたいなところはありますよね。